田中亮は日本の政治家、東京都杉並区長、東京都議会議長、東京都議会議員、杉並区議会議員等を務めた。東京都杉並区生まれ、独協中学校、高等学校、明治大学政治経済学部卒業、明大在学中は郵便部に所属していた。明大卒業後、1984年にテレビ東京に入社し、 主に営業を担当していた。1990年、第39回衆議院議員総選挙に、新歩党公認で、旧東京4区から出馬したが、得票数9位で落選した。1991年、杉並区議会議員選挙に出馬し、最年少でトップ当選した。1993年、1期目の任期途中で区議を辞職し、日本新党公認で、 東京都議会議員選挙に杉並区選挙区から出馬して当選した。以後、2010年まで5期連続で当選。1994年の日本新党会党に伴い、新新党、刷新クラブ、旧民主党を経て、1998年以降は民主党に所属。都議会新新党政策審議会長や都議会、刷新クラブ幹事長、都議会民主党団長。 幹事長、政策調査会長を歴任した。2009年、東京都議会議員選挙で、民主党が第一党に躍進し、選挙後の議会で、史上最年少で東京都議会議長に選出された。2010年7月2日付で、東京都議会議員を辞職。山田博杉並区長の辞職に伴い、第21回参議院議員通常選挙に合わせて、 施行された杉並区長選挙に民主党、社会民主党、東京、生活者ネットワーク3党の推薦を受けて立候補した。自由民主党東京都連会長の石原信明や山田が支援する眼界で元杉並区議会議員の千葉直子らを破り当選した。2014年の杉並区長選挙には田中の他に4人の新人が立候補したが田中が再選。 2018年の杉並区長選挙では、政党の推薦は受けなかったものの、8年前の区長選では、対立候補を支援していた自民党の石原信明からも支持を受け、参戦。2005年3月14日の東京都議会予算特別委員会において、浜渦竹夫区知事が、と社会福祉総合学院の運営に関する、 ハマウズへのやらせ質問を民主党所属の都議に行わせていたことが百条委員会で判明した。ハマウズに対する問責決議に民主党は反対する方針を決定していたが、棚から5人の都議が自党の百条委員会への対応を批判し、議員グループ、議会の権能を守る会を結成。問責決議案の採決では民主党都議19人中6人が増反し、 賛成票を投じた。会派拘束に反した行動を主導したことなどから、都議会幹事長の名取のりひは、田中、和田、宗春の二人を会派から除名する処分を下した。その後、田中、和田、林智次の三人の都議が、新たな会派、民主党東京都議会議員団を結成し、都議会の民主党会派は事実上分裂したが、同年7月の都議選を経て、分裂していた。 民主党は当選した35人全員で会派結成届を提出したため、田中も再びと議会民主党の会派に加わった。前区長の山田博史による杉並区政の継承か転換かが最大の争点になった2010年の杉並区長選挙では、前区長が突然区政を投げ出し、後継者選びも密室で迷走したと述べ、山田前区長を批判した。 区長就任後、田中は山田区政の施策を継続性、妥当性に問題はないか、山田の国政転身のための話題作りではなかったか、極端なイデオロギーに根ざしたものでないかの3点から検証し、必要であれば見直す考えを表明した。2018年3月6日、杉並区議会予算特別委員会において、公用者の不適切な使用について指摘を受けた。 田中は、記憶が定かではないとしながらも、常時、連絡が必要なため公用車を使ったのだと思うと、使用を認め、今後の運用のあり方については、研究していきたいと答弁した。また5月31日の杉並区議会定例会で、再度、公用車の不適切な使用について指摘が上がったが、区側はいずれも、妥当であると答弁した。区議会で指摘を受けた。 公用車の不適切な使用は、下記の通り、ありがとうございます。